じゃあ、フルスイングに参ります。はい、じゃあフルスイングで、はい、まあ最初さっき言ったのは、どうでもいいんでアプローチとか、はい、今のスイングをちょっとやってみてください。わかりました。はい、飛びは飛びますけど、これスイング見てもらえると、はい、こうやって、はい、フィニッシュがもう、はい、なんだろう、仕方なくフィニッシュしてますみたいになってます、はい、なのでもうもっとこう足使って、はい、吸ってね、最後フィニッシュが決まる形もね、モデルフィニッシュチャライバンクみたいになるはい、はい、ちょっと構えてもらっていいですか。わかりました。じゃあさっきの素振りしますから。あ、素振りですね、はい、すいません。で、さっき左足重心ってアプローチの時言ったんですけど、あれは、はい、アプローチだけです、うんうん、こうやって普通にこうフルスイングする時は、はい、もうちょっと開いて開いて、重心も55でいいです。55普通でアプローチの時だけですか。アプローチの時だけ、はい、狭くて左に寄る、うん、アプローチの時も、ちょっと距離が伸びればちょっとずつスタンスは広くするんですけど。あ、そうなんですか。そう、さっきの30だから、はい、30だからあれぐらいのスタンス、ね、これぐらいになってるって感じ で50、60ってなればもうちょっと広がる。じゃあ近い時は結構狭くていいってことですね。あ、わかりました。はい、なるほど、はい、ほう。じゃあそういう、まあ多分ゴルフの説明したらもうめちゃくちゃ言うこといっぱいあるから、はい、まあ、今日は、全体の流れを知ってもらえばいいっていう感じです。わかりました、はい、じゃあ構えてください、はいはい、じゃあさっきの感じではないですね。はい、はい、じゃあこんぐらいでしょうか。はい、で、テイクバックしますね、はい、まあ、こうやって上げます、はい、もっと曲がります。あ、ここです、はい、でここまでしっかり肩入って回したら、はい、その次、はい、手元をこうじゃなく、あ、左足リードなんで、はい、左足から動く、はい、こうやって動く、で、そのまま振られてここまで来ると、これがフルスイング。わかりました。ちょっと待ってください。痛い。すげえ力入ってるんで、まだだってわかんないんですもん。もっともっと抜いてください。そうですか。いや、すごい、もうなんかソフトクリームみたいになってますね。イメージで、うまい例えだね。そういう感じ、そういう感じ。あ、なるほど。じゃあもう一回、一回、はい、素振りしましょう。はい、僕がこうやってくって腰回すんで、はい、それにつられてこう勝手にさーって触れるぐらい、はい、腕の力を抜いて。わかりました。行きましょう。行きます。じゃあ、はい、まずは、はい、上げて、上げて、上げて、足回して、振られて。わかります。これが大事です。もう一回行きましょう。はい、何回か連続で上げて、はい、走って、まっすぐ、こういう感じ、わかります？頭ここでいいんですか？そこでいいです、そこでいいです、はい、はい、もう一回、体重55ですよ。あ、55ですか？そうそうそう。あ、フルスイングは忘れてた。左手を止めてるんだ、ちょっと。あ、忘れてました。55、はい、55で、55にして、はい、回して、足で、うまっ、そう、もう一回、はい、で、ちょっとこうヘッド走るのわかります？ヘッドが勝手にやられて、なんか腰が それが左足リードでこうヘッドが走るっていう、はい、で今までのスイングってもうちょっとこう腕をやってました。もう野球みたいな。そうそうそう、そっちじゃなくて、そっちじゃなくてゴルフはこっちです。はい、はい、もう一回、はい、はい、上げて、待ってください。55で肩も回してあげて、足でほら、こういう感じ。なんでこうよろけるんですか、こうやって。力入りすぎながら。あ、そうですか。力がやって言いながらこうやってバーサルって、ほんともうちょっと抜くとこうやって勝手にフィニッシュ立てる。スキップするとき超力入れたらなんかバランス悪くないですか。そうですね、みたいなもんで、やっぱこう足を使って全身を使うときにはもうちょっと背中とかも力抜いてるんですよ、うん、背中とか肩超力抜いてますから。そうなんですよ。もっとゆるゆるで、はい、お願いします。はい、はい、okay、できなくて当たり前。そうあるよね、はい、こんぐらいで上げて回す。そうそうそう、そういう感じ、いい感じ、いい感じで、あ、ここ
ここら辺に入りに行きましょう。え、そう、ここですか。そうで、まだ腕でこう、うんってやってるからここら辺にちょっと来ちゃってるんで、はい、こう回転してこの辺にはまるような力加減。どこ行くんですか、どこ行くんですか。はい、痛いですか、大丈夫ですか、腰。全然痛くないです。全然痛くないですよ。全然痛くない。あ、これ、あ、素振りですよね。はい、よろしくお願いします。お願いします。5分休憩でした。はい、じゃあ、ダウン、はい、1、ストン。そうそうそう、ほら、いい、いい感じ、いい感じ、それですよ。で、今自分で見てないから、はい、本当に綺麗かどうかわかんない。はい、ちょっと、もう一回、はい、あの、映しますか、バッチリ。あ、あゆ系で撮ってる。あゆ系。あゆ系。あゆ系、あゆ系、あゆ系、あゆ系で。はい、1、2、3で、1、そうなんだろう。見てくださいよ、このリスイングになりました。最初と違う、ほら、綺麗。おお、全然違う。はい、あります。でも腰動いてます。動いてます。へえ、そんな贅沢言っちゃいけないです、最初から。そうですね。できなくて当たり前。最初のスイング見ると、はい、これですからね。すごい適当さですね。全然違くないですか。振られてないっていう感じ。なるほど。なんで、これぐらい振られる。ほら。そう、最後のスイングを意識しますね。はい、ここに。そうそう、そこにクラブが振れるようにっていう。そうそうそう。で、なおかつ足で振られて、そこに来るっていうのが一番いい。ちょっと正面から映しますから、はい、やってみましょう。はい、スイング、はい、そう、かっこいい。すごい、上手な人みたいですね。そう、上手な人なんですよ。おほら、見てください、これ綺麗だった。ほら、腰使えて、ほら、ここ綺麗。これ、フォローが綺麗、一番ほら。イボビになりました。イボビになったイボビになりましたよ。あ、すごい綺麗、こんなに綺麗になると思わなかった。そう、だからまず体のスイングな、綺麗なスイングを覚える。本当に嬉しいですよ、ありがとうございます。喋ってるのにすいません。そう、で、その後に当たるようになる、うん、あ、すごい嬉しい。自分で食べみたい。かなり綺麗、めっちゃ綺麗。やった。これで打ってみますか。これで打ってみましょう。同じスイングになるようにっていう意識。わかりました。もう何ヤード飛ぶとか考えなくていいですね。考えなくて、当たらなくてもいいです。わかりました、はい、できなくて当たり前。今の力加減でフィニッシュまでっていうのを意識してください。はい、お、当たった。あら、まあマジ。むしろ当たってマスクいってるし。お、すごい、奇跡が。奇跡じゃないんだよ、ほら、かっこいい。ほら、で、頭でも上がるの早いですよね。で、頭上がるの早いのはまだちょっと振ってるから。あー、やっちゃいましたね。でも、があるから、最初のスイングと比べたら全然違う。あ、最初のと全然違う。っていうようになってますから。あの、クラブここに来てなかったですね。うん、悔しい。だって一番最後、最初のスイングこう、うん、うん、っていう、もう、後付けフィニッシュ。そうですね。後付けフィニッシュ禁止です。そうですね。はい。禁止です。はい。OK。やってみますか。はい。じゃあ、もうちょっと力抜いて、もう一回素振りしましょうか。そうですね。素振りして、力抜いて。そうですね。あの、別に飛ぶとか関係ないんですよ。そういうことです。ビスイング。ビスイングですか。もちろんでございます。モデルさんはビスイング。そうですよ。いきますよ。はい。そう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 。ここまで。うっ、ね、それで、うっっていう声が出た時にはできたってこと。そういうこと、そういうこと。ここが痛いから。そういうこと、そういうこと。それが大事。はい。はい。そのつもりで打ってみてください。はい。やってみますか、じゃあ。できるだけ力抜いてください。はい。脱力。脱力か。ゴルフは脱力です。はい。ゴルフは脱力。ゴルフ脱力。はい。力でやるものじゃない。はい。よし。いきます。はい。ないと思います。はい。OK。ああ。当たんなくても OK、全然。まず、いいスイングを心がける。はい。いいスイングを心がけた状態で、これずっと振ってれば当たるようになりますから。なりますか。はい。で、当たんないスイングだって、あの、いい動きをしてれば当たってくるし。なるほど。
で、いくらいいスイングしたって、だってどんなプロでも上がるじゃないですか。ってことは、いいスイングしてるのにちょっとインパクトの、ね、ブレで曲がっちゃうんですよ。そんなところにこう、集中するんじゃなく、まず綺麗なスイングを作って、それから当たる感覚をつける。そこからやっていきたいです。そう、私はそれをやりに来たんです。そうなんですよ。もう一回どうぞ。はい、やってます。はい、もうちょっとなんか力入れないでやりたいな。そう、もっと力抜いて、力入れないで、あとなんかボールを見ちゃうんで。そう、ボールを見なくていい。見ないで素振りの意識です。そう、で、だんだん足止まってきてますから。嘘、止まってきてますか。そう、今のフィニッシュにスッと入ってないんで、ちょっと、あのフィニッシュにかけてのスピードが遅くなってる。最初の方がほら勝手にフィニッシュになってる。今回足回します。はい、だんだん忘れちゃう。そう、だんだん忘れてくるの。よく分かんなくなってきました。はい、上げて足でこう下がする。あ、なんかよく回ったりしません？はい、します。ここからこうこんな感じ。はい、ここからこう上がります。あ、こんなスッて入ってるから、かっこいい感じでした。やってみます。早くやってみないと忘れちゃう。そう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 、そこまで。こうインパクトからフィニッシュにかけてのスムーズさが大事。スワに振られるか。そうですね、はい、ちょっともう一回やってみます。はい、そう、いい感じ。さあ、打ってみましょう。あ、打ってみますか。はい、ボール見ちゃうとダメなのか。まあ、もう本当にこう最初はですね、本当に当たんなくてもいいから、とりあえずそのいいスイングをある程度固める。綺麗なスイング。そう、そうすると、あの、むやみやたらに練習するより当たるようになってきますから。はい、はい、わかりました。結果は後からついてきます。はい、いきます。はい、綺麗なスイング目指して。はい、おお、最初ね、当たったんですけど、できてんのかなって。いや、できてます、できてます。できてます。こうゴルフってやっぱり、なんだろう、やってる感覚ぐちゃぐちゃじゃないですか。いや、自分では分かんないから。もう、ここ来ない方が良かったぐらい、なんかわけわかんないと思うんですけど、見てよ、めっちゃ綺麗だな、ほら。わあ、最初と全然違う。ほら、フィニッシュまでバッテリー。足が。ほら、足が動いてる。足がくねってなってますね。で、見てください、あの当たった時のこれ。これ、プロゴルファーやってますよね、こうやってお尻見えて。ああ、でも、あとは背中のラインですかね。背中、あの、そうですね。背中、まあ、でも結構綺麗ですよ。で、ここからどんどん力を抜いたり、まあ、いろんな練習やっていくことでスムーズになっていきます。よろしくお願いします。さっき良かったですね、やめないでね。ちょっとああいう時間があるんですよ、ゴルフって。 ありません？まあ、ありますね。あの、うまくいかないとね。そう、でも楽しいとワクワクしちゃって、はい、人に話しかけちゃうから。はい、確かにね、うまくいかないとどんどん頑張っていく。そう、だから明るくね、ゴルフできるように。はい、いいですか。はい、あ、なんかでもちょっと分かったような、分かってないような、なんか分かったような、分かってきてます。動きがいいです。そうですかね。そうそうそう、いいです。あ、足が勝手に立つ。なってる。すごい。そう、私足くねってる。だから、出が力抜いて足使うと、まあ、そういう綺麗なフォームになるし、とりあえず最初はまっすぐ行くっていうのが大事ですね。そうですね。右左にこう邪魔していかないと。確かに、確かに。それが大事。あ、じゃあ、お家での練習は、はい、もう宿題を今渡します。はい、宿題。はい、腕バッテンして、前傾して、はい、肩回します。そしたら、肩を残して、足だけで振っていく。そう。もっと、ここまで。この姿勢が当たり前になるように。あ、今しんどいじゃないですか。はい、そう、これがしんどくならないように練習してきてください。はい、わかりました。わかりました。はい、もう一回、はい、はい、回して、はい、こう回して回して回して、これが宿題、これ、はい、でこれで普通の会話ができるように。え、こうやっては、あのさって食べてみて、体柔らかいですか。柔らかいとかじゃなくて、これは慣れですよ、慣れ。僕、体硬いんですよ、僕は。え、でも結構本物の
まあ、それはやっぱ、20何年間ゴルフやってるんで、そうですよね、この姿勢が楽なんだけど、今日、多分この姿勢1日目なんで、そうですね、これからのゴルフ人生はこれでやってます。頑張ります、はい、もうこれを毎日やって、はい、そう、毎日やって、ゴルフの正しい綺麗なスイングを作る、これ、基盤ですから、そう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 、そうで今こう反って感じるじゃないですか。でも今ので全然普通なので。反ってないんです。反ってないんです。で肩も動いてるそこで。そう、あのうまく動いてますから。もう一回ちょっと自分で見てみましょうね。はい。はい。回して、はい、足で、で、そうそうそうフィニッシュ。そう。これがいい格好ですね。動かさないから、こうやって足すかってほら、本当だ、全然反ってない、いるとは、全然違う、最初と泣いちゃいそう。おめでとうございます。おめでとうございます。まあこうやってスイング、はい、あの綺麗なスイングを作っていくと、なるほどいうことをやっていきましょう。はい、まずこう当たることよりもちゃんとね、いいスイングをするために、そうですね、あのこの動きをね、覚えると。わかりました。はい、すごい忘れそうだ。やります。という感じで、綺麗なスイングを作っていきましょうね。はい、はい、じゃあ次は、はい、まだあるんですか。ドライバーを、ドライバーをいよいよ、はい、じゃあ